今日はこの栗かぼちゃを使ってかぼちゃのチーズケーキを。もしもし。これ冷凍かぼちゃ使ってる理由がちゃんとあって、スーパーに売ってるかぼちゃって当たり外れが大きすぎて水分が多くてべちゃっとなってたり甘くなかったりとか、その時その時で味が変わってしまうので、この栗かぼちゃ、かぼちゃじゃなくて栗かぼちゃのこの冷凍食品のやつが私めっちゃ好きなんですよ。今回はちょっと処理がめんどくさいなっていう気持ちと、こっちの方が美味しく作れるんじゃないかっていう気持ち、2つの気持ちでこれを使います。ちょっと割高にはなるのかな。すいません、途中からなんか足りないと思って皮も一緒に裏ごししてたらちょっと黄ばみました。カレー粉味のジャーマンポテトを作ったんかっていう色してる。で、2つに分ける。チーズケーキとかぼちゃのなんか変な生地、バター、今日はブラックココアパウダーを使います。じゃじゃじゃーん、これで準備完了です。ローストしたくるみもあります。セーフ。米粉と牛乳、するのが正解なのかな。これは多分カスタードにするんだね、君は。砕いたくるみ、ブランデー、これに流します。
からはチーズ生地を作ります。カボチャペーストです。コーンスターチと生クリーム、やった！一度こします。これ焼けたやつに流していきます。チーズケーキってさ、一晩冷やした方が美味しくなるってちょっとうまくない？これは粗熱を取ってしっかり冷蔵庫で冷やします。かわいいですよね。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、くるみがやばい。くるみ入れてよかった。やった！ちょっとボトムが苦めかな。やった！めっちゃ美味しいんだけど、私がずっと謎の物体って言い続けたかぼちゃのスイートポテトじゃないんだけど、かぼちゃの何かなんだろうこれは。でも美味しいんだよね。100点満点。